になりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。今回、100時間を超える時間外労働に、従事をし、その結果として、精神疾患を発症するに至ったあのプレカリアトユニオンの組合員の、女性のドライバーが、この12月に、労災として認定をされました。話せそうですか？休憩時間は取れました？休憩は取れなくて、1日何時間ぐらい働いてました？1日13時間ぐらいです。働いてました。同僚はどうでした？怪我をしたり病気になって退職していく人がいました。労災認定をされましたけど、どう役立ててほしいですか？私のような働かせ方を改めて、みんな奴隷ではなく人間として、あの人間らしく働ける会社になってもらいたい、というか なるべきだと、なればいいと思います。記者会見してますけれども、あの当事者はもう本当に普通の労働者なんです。普通 あの運転職についているドライバーなので、ここに出てくるだけでものすごい勇気を振り絞ってきてます。特にあのうつをあの発症している状態で、実は電車に乗るのもなかなか大変な状態でここに来ました。でこれは認定されたってことを何とか伝えていただいて、今でも辛い思いをしている人に何かこれを、知っていただいて役に立ててほしいという必死の思いで、ここに、来てます、はい、会社が間違ってるっていうのが証明されたような気がして、とってもいいことだと嬉しいです。生活も、ね、ちょっと無収入になっちゃったんですからね、うん、無収入でしたから助かります。なんで組合に入ったんですか？あ、組合に入ったのは、これはこのままではね、泣き寝入りして、どっかで誰かが指摘しないと会社は良くならないと思ったんですけど、一人じゃ何もできなかったので、全く相手にされなかったので、組合に入って、はい、あの改善を何個も改善はしてきました。例えば社会保険加入してなかったのに、組合で言ったことによって社会保険入りました、全員が。あとは営業ナンバーじゃなかったのに営業ナンバーになりました。あとは労働時間の管理を全くしてなかったのに、それもデジタルタコメーターを全社につけて管理するようになったといういいところもたくさんありました。でも会社の態度は変わりましたか？ご自分に対する。私に対する態度は途端に変わり、無視されたり、まあ、罵声を浴びることもよくあったり、あ、残業の時間が、あの自分がつけてるのと合わなくて、残業代がおかしいと思って、なぜ こんな時間少ないんですかと、勝手に休憩を取ってないのに取ったようにされてたんです。1時間でそれはおかしいっていうのを話したら、うん、ってやって、てめえはごちゃごちゃうるせえんだって言う。例えば給油してる時とか、動けない時とか、動かせない待ってる時とか、そういうの全部引かれちゃったり、例えば多い時では2時間とか3、1日に3時間とか、ま、下ろすのを待ってる時間とか、全部それ引かれちゃったり。これはあのデジタルタコグラフの上ではエンジンが動いてないので会社は休憩だと言って嫌がらせをしてきたんですけれども、労働基準法上はですね、あの何か動きがあればすぐ対応しなければいけない、例えば店屋でお客さんを待っているような状態っていうのは手待ち時間といって、休憩ではなくて実労働時間、拘束を
時間的に場所的に拘束されているということになっていますので、そのように労基法に照らせば明らかに実労働時間である時間をデジタルタコグラフ上はエンジンが動いていないので休憩というようにして、まあ、引き合わせをされていたと、まあ、そういうことは実はこのトラックの業界で非常に多いですね。言いたいこと言えましたか？上手に、あまり組合入って大変なこともあったけど、いやいや、いいこと、良かったと思いますよ、結果。本当にそうじゃなかったら多分過労死して死んでるか自殺してたか、どっちか、まあ、両方死んでますね。過労死して倒れて死んでるか、思い悩んで多分もう生きてるの嫌になって、あの時点できっともう死んでたかもしれないし、やっぱり組合がこうやって戦って自分が動けなくなって、本当はもっと自分で戦いたいのに動けなくて何もできない中、清水さんは戦ってくれたから、私の代わりに、だからなんか希望が少しで、この結果はなんか本当真っ暗闇にちょっとしたこんな光が見えたような感じに感じています今。